ゴールデンウィーク後半の4連休が始まり、新幹線は今日下りのピークを迎えました。今日から3日間大阪、京都、奈良を巡る旅をしていきます。充実させたいです。京都です。実家に帰ります。楽しい。ゴールデンウィーク期間中、全席指定となっている東海道新幹線のぞみ。午前中満席となった列車も複数あり、名古屋駅のホームは帰省する人や行楽地に向かう人らで混雑しました。もう1ヶ月前にすぐ予約しました。子供がいるのでやっぱ指定席じゃないと難しいなと思って。 JR 東海によりますと、東海道新幹線の上りのピークはゴールデンウィーク最終日の6日で、午後はほぼ満席となっているということです。天気にも恵まれ、この地方の観光地にも人が集まっています。名古屋城には長い行列が。三重県桑名市の長島スパーランドも駐車場には来場者の車がずらり。そして岐阜では村を挙げての一大イベントに大勢の人が。幻の生物ツチノコを本気で探すイベント、東白川村のツチノコフェスタ。毎年ゴールデンウィークに行われ、ツチノコを捕獲した人には村から132万円が贈られます。今年は愛知や岐阜、滋賀県などから想定を上回る参加応募があり、定員600人を急遽800人に増やして行われました。なんかトゲトゲしてるから、なんか噛んだ時に開いていたそうだから。今回2回目で、今年はですねキャッチャー式にしたんですよ。掴むタイプにして、自分さえ早く動ければ捕まえます。ツチノコが好むという山の斜面を中心に探します。多分いると思いますけども、山の中を手分けして1時間捜索。果たして見つかりませんでした。残念ながら今年もツチノコは見つかりませんでしたが、参加者は晴天の下、気持ちのいい汗を流しました。三重、和歌山、奈良の県境を流れる清流北山川では観光イカダ下りが始まりました。丸太を組んだイカダに乗って 5.5 キロをおよそ1時間かけて下ります。年間でおよそ7000人が訪れる人気で、初日に訪れた人たちは大自然の中、伝統のイカダ下りを楽しんでいました。最高でした。天気も良かったんで、いやすごい迫力あって、自然もすごい綺麗だった、すごい良かったです。このイカダ下りはゴールデンウィーク期間中、およそ400人が体験する予定だそうです。